総本山第67世日顕上人芸家御教示、すべては正代から。第26条、普段煩悩不利御欲特上諸根滅除所在。南明法蓮華経にはすべての教えと行の真理が備わっている。人々の命は必ず、時が至れば、生から死へ転変していく。そして多くの人は、この変化に苦しんでいる。これは人々が、生死について苦の一面のみを見ているからである。真実の我々の命は、空理の平等と、けりの寂しそうと、そのすべての徳を包含する不思議な中理の胴体なのであり、題目はその全体の勝利を表している。故に題目を信じ唱えていくことで、一面のみの狭い見方がいつの間にかこの身に即して崩壊全体の理を感じ取り、勝事はそのまま涅槃と悟る境界になるのである。また、我々が常に悩むのは心中の煩悩であるが、一般の人々はその内容も知らず、その種類の意味も知らず、全くの無知である。これは大きく三つに分かれている。鵜にとらわれて空を知らない見惑思惑と、空にとらわれて家の無量の因縁層に暗い神社惑と、空または気にとらわれて崩壊全体を含む中の理に迷う無明枠である。しかるに、この一つ一つを破るのは容易なことではなく、過去の声聞遠隔菩薩等の聖者もこの煩悩の解決に無量の時を費やしている。故にこの一つ一つを徹底して消滅することは現代の人々には絶対に不可能である。しかし題目は、この三つの惑いを発す空家中の真理の体そのものであるから、ただ本門の本尊を信じて南明法蓮華経と題目を唱えるとき、おのずと心中のいろいろな迷いが浄化されてくる。そこに不見行の煩悩を断せず、五欲、現地、美、絶、真にまつわるあらゆる欲望を離れずして、諸根を清め、所在を滅除することを得、という功徳が生ずるのである。この道は、ただ題目修行の一行にのみ損するのである。第27条、初天禅人の守護。南明法蓮華経と唱える者は、法華経の行者である。その者が心が不実であっても、知恵がなく愚かであっても、また種々の不浄な行いがあっても、もろもろの戒による徳がなくとも、題目を固く信じて唱える者は必ず菩薩、諸天、十羅刹等が法華経の御徳を報ずるために守護されるのである。第28条、末法留守の正体。御所中において、題目の五字七字という語は、御本尊の発体を示すところと、題目という修行を示されるところがある。肝心の本尊称の、
ただし皮脱つ、これは主なり。皮一本二半、これはただ大木の御事なりとのご教授は、その門の上からは、財政と末法の主脱の違いを判じている。また義の上からは、この大木とは末法留数の正体を示し、意の上からは肝心の本尊を欠乗する門である。大目を実践するときは、このご本尊を信じて、南無法蓮華経と唱えるのである。第29条、一年三千の妙法。法弁本の十二実相は、崩壊中の地獄界より仏界までの十界と、その住所のすべてが、妙法蓮華経の五時の姿であることを表している。十如は、十界万物の存在と活動の法則を示したもので、それが差別であるとともに平等であり、差別する十界のいちいちに他の一切を備える。そこで十界が百界となり、これに十如を備えるから、百界は千如となる。それに御恩世間、衆生世間、国土世間が備わるので、三千の数量となる。この三千の内容は、崩壊の無限の層、小、大である。この大の本質は妙法蓮華経であり、下首本門の本仏、日蓮大聖人の大慈大悲により、ご本尊と現れたも、ご本尊に向かい大目を唱えるとき、その修行者の境遇に応じ、その一年におのずから崩壊三千を備える自在の働きが積まれるのである。第三十条、ご本尊の対遊。末法に上行菩薩が出現したもうことは、法華経本門の経経に明らかであるが、その出現は、発体の妙法蓮華経を広めるためである。故に、能生の地と、諸生の経、人と法が一体であることを示されるために、ご本尊の方式として、中央に、南無法蓮華経と表され、その直下に日蓮と示されてある。これは南無法蓮華経がタイの本仏であり、そのご本尊を表したもう日蓮大聖人の悟られた法であるから、主題直下の日蓮の皆は全く同体であることを示すのである。しかして、釈迦他方は、有の仏、すなわち釈仏であり、これら十界は、本仏、南無法蓮華経の中において、それぞれに備わる意義と働きを表す尊行である。故に大目を唱えるとき、本仏の体とその諸具の一切の仏性が呼び起こされるのである。第31条、自由の菩薩の因縁。大聖人は、末法において妙法蓮華経を広め唱える者は、男女ともに自由の菩薩の出現であると仰せられている。しかしまた、末法は釈迦仏の華道の仏縁による本意無前の衆生は消滅し、仏法に縁のない本味無前の衆生のみが生ずる時であるとも仰せである。この違いをどのように排すべきであろうか。
これは、クオン願上よりの下手仏法の因縁と、クオン本願よりの脱着仏法の因縁が異なることによる。はじめは、本味無然として、全く仏法に縁のない末法の衆生が、妙法を授持し、題目を唱え、釈仏を行ずるとき、自由の菩薩の命に生まれ変わる。したがって、久遠以来、妙法を行ずる清浄な自由の徳がそのまま、そのものの命となり、久遠以来の妙徳が生ずる。これが、妙法の不思議な功徳なのである。